ハルミフラッグは東京都中央区ハルミで行われている2020年東京オリンピック2020年東京パラリンピック千志村跡地の大規模町づくり事業のタウンネームである。建設中の様子東京国際見本市会場跡地の土地活用について2016年東京オリンピック招致においてはオリンピックメインスタジアムを建設する計画であった。落選により 再度2020年のオリンピックを目指すこととなり、当地は選手村予定地に内定した。2013年に2020年、東京オリンピックパラリンピックの開催が決定し、都市港による晴海五丁目西地区第一所市街地再開発事業が事業化され、大規模開発が行われることとなった。総工費は約540億円。2017年に着工し、 2019年12月に戦士村として完成した。2020年7月から9月のオリンピック・パラリンピックで戦士村として使用され、大会後に住居として分譲及び賃貸される予定であったが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、大会開催が翌2021年7月から9月に延期されたため、このスケジュールも1年間の順延が生じている。 また、大会後に工事が再開され、2棟の50階建て、タワーマンションが整備される予定である。タワーマンション完成後は総戸数5,632戸、約1万2000人のクラス町となり、分譲マンションとしては、国内最大の住戸数になる予定である。延べ床面積は、約67万7,900平方メートル。外区全体のデザインを統括した、 マスターアーキテクトは、三井純アソシエーツ建築設計事務所である。特定事業者は不動産大手11社に上り、一つのマンション開発では、国内最多の事業者数となった。外区内には、約3900本の食事をしている。駐車場はすべて地下に整備され、空地率50%を実現した。次世代エネルギー活用を目的に、 水素ステーションの整備なども行われた。北側の外区。タワー棟含め7棟、1822個。設計は、三菱自所設計、前田建設工業。50階建て1棟、18階建て2棟、16階建て1棟、14階建て3棟。春見運河に面する一番南側の外区。5棟、686個。設計は、日本設計。 長谷工コーポレーション。18階建て3棟、14階建て2棟。春魅力道公園が同時に整備された。中央西川の外区。タワー棟含め7棟、1637個。設計は日券ハウジングシステム、三井住友建設。50階建て1棟、18階建て2棟、16階建て1棟、14階建て3棟。 中央東側の賃貸住宅の区画。4棟、1487戸。設計は、日建ハウジングシステム、東急建設。15階建て2棟、17階建て2棟。西側隣接地には、中央区立の公立小中学校予定地がある。その他2022年度には、七階区に、三井不動産による商業施設が開業する予定。春海五丁目西地区。 はるみフラッグファクトブックありがとうございます。